現実から逃げて逃げて、ここ以外に逃げ場所なんてどこにもなくて。物語が頭に溢れてくることが稀にある。ポンポさん何でも面白くできちゃうのよ。映画だけが夢見る心を満たしてくれたの。あなたのデビューが決まったって話よ。やっぱり私がヒロインなんて変なのかな。映画は一人では作れない。それがどれだけ大変なことかわかる？地上で一番幸せなのは間違いないな。一番見てもらいたい誰かのために作ればいいんだ。このシーンを撮るためにここまでやってきたのよ。監督を信じます。この映画間違いなく、僕の映画には一つ足りないシーンがあるんです。